状態からの発表です。日中友好のためにわざわざ名古屋城からいらっしゃってきました。名古屋おもてなし武将隊の発表をどうぞご覧ください。
ない平年を築き始祖代の幕権者を受け、わしが徳川次郎三郎家康である。はあ、皆の者、勝利の前祝い者、勝ちと気をあげよ。はあ、名古屋とここに集まりし皆々の明るい皆に向かって勝ちときちゃどれ。えいえいあえいえいあえいえいあ、我らはここに呼びたい。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。誰かを必死に挑戦するために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし招待参る。